こんばんは、2022年10月20日の木曜日ということです。いつものように、東京新聞デモクラ TV エクストラということで、富田さんとやってまいりたいと思うんですが、まあ今日はもうね、ついさっきですね、はい、1ドル150円ということで、久々ですよね、はい、32年ぶりの円安ということでですね、うん、話していこうと思っておりますが、はい、今日はですね、今ちょうど、なんかこんな格好してますけど、財務省担当のですね、はい、山田明文記者に来ていただきましたので、超忙しい。今たった今あれですよね、財務大臣のぶら下がりの取材を終えたばっかりという、はい、そうですね、何か言ってました、はい、いつもと変わらないことなんですけれど、その過度な変動はちょっとまあ見過ごせないということで、うん、で、まあ、変動幅大きいときは断固たる措置をするっていうことを、はい、言ってました、言ってました、ね、鈴木財務大臣なんですかね、はい、あの人って断固たるってあの人が言ってもあんまり断固たるって感じはしないんですけどね、どうですかね、どうですか、もともと財務省っていうかそういう印象ないです。僕は環境大臣の時に、話したことがありますけど、おとなしい感じだったですね、はい、まあ、お父さんはね、鈴木善光さん、ね、なんか古いね、山田記者は多分知らないかもしれないけどもこの古い世代はなんていうかオールドジェネレーションにとっては、うん、お父さんと区別がつかないという、ね、あ、よく似てますよね、喋、り方もなんか似てましたよね、なんとなくね、なんですけども、いい人ですよ、いい人ですよね、いい人なんですよ。でですね、山田さんね、お忙しいところで恐縮なんですが、この今日解任に入る可能性ってのはありますか。まずそうですね、まっ可能性は あると思います、はい、でもこう今日も見てても150円いった瞬間にまたすぐ警戒して149円にまた戻ったりとかしてますので、まあ、ちょっとこの変動がすごく大きくなったり、今後またアメリカで利上げの観測が強まっていくようなことがあったりすると、またどんどん急な動きがあった時に、はい、介入っていう可能性はあるんじゃないのかと、でね、9月22日に介入、はい、久々にね介入入りましたよね、で、あの時、まあ、ちょっと乱高下したんだけれども、一瞬収まったじゃないですか、一瞬、はい、それがですね、9月22日だから、まあ、だから1ヶ月も経ってないですよね、もう10円ぐらいあの時から動いちゃって落ちてってる、ね、あの効果ってもう完全に消え去ってなくなってしまったということに対して財務省はどう思ってるんですか。いや、まあ、でも財務省としては、その為替介入を警戒させるっていうところで効果があったというふうに、要するに牽制球として効果はあった、牽制球として、はい、あったんじゃないのかというふうに思っているとは思うんですけれど、まあ、でも数字だけ見ると、まあ、一切もう消えてしまっているという、完全無視ですよね、まあ、焼け石に、まあ、水はかけるんだなっていう感じですよね、一応ね、一応水だけはかけてみたと、あっという間に蒸発しちゃったけど、あっという間の蒸発でしたね、だから僕らの世代っていうのはね、また古い話ばっかり恐縮なんですけど円高が悪だと、円高がものすごく悪いことだって言われてて、円高不況とか、もう円が強すぎて1ドル79円とか1ドル100円切った時の大騒ぎだったんですよ、ね、日本中がひっくり返るぐらいの騒ぎだったんですけども、財務省内でこの自分の国の通貨がもうこれだけ売られるってことについてどんなふうに官僚は思ってるんですかね、そもそも。いや、情けねえと、はい、どうなんですかね、ちょっと、神田さんで財務官いるでしょ、ね、はい、あの人僕噂だけなんてもうアメリカ行ったことないんだけども、割となかなか大物官僚だって言われてるんですけ どそこら辺どうですか、神田さんは。すみません、ちょっと私8月から財務省担当になって、ちょっとあまり詳しくは分からないんですけど、結構その歴代先輩とかからも大物の官僚だっていうふうでこう引き継ぎはあったりしますので、はい、でもなんか神田さんってね、要はなんていうか財務官っていうのは黒子で本当は表に出ないと、あんまりね、
で実際に介入するかどうか決めてるのが実際あの人でしょ、うん、財務官でしょ、はい、で彼が表に出てよく喋るじゃん、はい、あれって何なの、あの要するに鈴木財務大臣だとなんとなく情けないから、要するに強いメッセージが伝わらないから代わりに出てるのそんなことは伝わらないの、そんなことは ないんじゃないですか。でもあの財務官というポジションって、うんうん、結構財務省の中でも、まあ、一番露出は大きい、うん、対外向けの時間ないじゃないですか、はい、榊原さん有名な、ね、有名な榊原さん、ミスター・イエンとか、はい、本当はなる予定なかったんだけど、突然今度のことでもだいぶ随分早い時期に150円いくねって言ってましたよ、朝霞島さん、はい、おっしゃってましたから、あもう介入は効かないという、大体あの OB の人たちってみんな介入は効かないよねって言うんですよ、ね、うん、いやだからそこで思ったのはあの、うん、その大臣もそうですけれど、うん、あの公の場で言うのは必ずその急激な為替の変動は NG だと、うんうん、だからあの為替の変動そのものをどこを言ってるわけじゃないけれども、急激に行くのはまずいんだと、うん、で企業がいろんなあのちょっといろいろ計画が立てられなくなると、うん、それは本音なんですか、どこかにこうラインっていうのはあるんじゃないのかとは思ってはいるんですけれど、うんうん、あそういうふうに見てはいるんですけれど、あの、まあ、そうとしか言わないですよ ね、 あの、うん、あの口が固いですよね、その為替の関係になると、うん、なんかあの、はい、言う単語が使う単語が決まってる、うん、そうですね、そう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 な、あなんで昔から俺不思議思ってたんで市場への影響が大きいからなんじゃないのかなというのは思うんですけれど、逆にね、はい、ちょっと違う単語使えばちょっと影響あるんじゃないかと思うんだけどなるほどね、うん、必ずハンデを押したように同じこと言うじゃん、そうですね、断固と断固たる措置、断固たる措置やね、はい、断固たる措置、なんか AI のロボットでもねいけちゃう感じ、誰でもいけそうでさそうそう、うん、感じなんだけど財務省の中って一応緊迫はしてるの、そうですね、今日150円で、うん、今日朝からちょっと149円のね、はい、90ぐらいまでいって、はい、うん、結構緊迫してる、そうですね、あの官僚たちの部屋はこう閉まってるのであのよく見えないんですけれど、あの、まあ、記者クラブの中はバタバタしてますね、そうね、あの、はい、そうか、当時はね、あの結局あの世の中ってその介入とかああいうのって日銀がやってるというふうに勘違いしてる面もあって、うん、あれ日銀ってほぼ権限ないじゃん、うん、実際にはあれ介入っていうのはあの要は外為の特別会計から金持ってくるんだよね、はい、うん、で要はその財務省証券を売るわけでしょ、うん、要するに、うん、だから一応僕はよく分かんないのは要するにアメリカがうんって言わなきゃできないっていうふうによく言われるじゃない、うん、あれってそういう法律があるわけじゃないんだよね、もちろん、もちろんそうですね、もちろんもちろんだよね、そうでしょう、うん、だから今回は要は水面下かなんか知らないけどもアメリカはしょうがねえなと思ってるのかな、アメリカはしょうがないなとあの容認してるっていう風で、はい、うん、なるほど、アメリカは容認してるわけで、ね、はい、ただ一緒じゃないよってはっきり言ってる、ね、うん、協調介入ではないですもんね、うん、昔からね介入するときって単独だと絶対効かないっていう風に言われてるんですが、でこの介入っていう手段が効かないとね、じゃあこれどうやって防ぐのっていう、なんかちょっと案はあるんですか、でもこの根本的な原因が、うん、あの日本とアメリカとの金利差っていうところなので、うん、あのその政策金利の差を埋めていくっていうようなことをしていかないとあれですけど、まあ、日銀は金利上げないっていうふうに言ってますから、どうなんですかね、僕はここでいろんなの勝手に推測をしてるんですけど、はい、まあ、黒田さんって、まあ、僕はほらあの金利差があるけど僕は彼と僕は年齢差をすごくあるこのゲスト最年少ですよね、最年少もいいですけど内田さんと僕はそんなに離れてないけどでしたっけ、何年ぐらいですか具体的には言わないけどでもまあ大世、まあ先輩ですよね、いやもうほんとちょっとね、いやそうですから、まあまあいいですでも全然全然違うじゃないですか、そうですね、で黒田さんってさ、うん、あの私が財権を財権ってね、あの経済部の記者って財権って言うんですよ、うん、かっこつけて、すごい県はどういう字ですか、研究の県、研究の財政研究会、はい、そうですね、財政研究してるんですよ、それが記者クラブの名前、名前なんです、それで電話すると、うん、財権ですとか言うんですよ、なるほど、僕が財権とかこれはもう経済部記者の醍醐味なんです、最大の、まあ、ついに俺はここまで上り詰めた、ずっと、うん、俺財権にいるんだ、なるほどね、勝手に一つの地位なんです、
だから話ぶっ飛びますけど、彼はエリート、うん、将来ありますよ結構。ワシントン行ったもん。そうそう、この年で財権。そうそうそう、僕もうちょっと若い時だった。そうですね。まあそれ以上やるときは、ね、本来は話がずれまくってるけど、うん、日銀経産省やってる、それ通算日銀財権あるんです、うん、なんでワシントン。僕が計算やって日銀やって財政やって、うん、行った国が違っただけで行った国が違っただけで、オーストリアでしょ。オーストリアです、まあ、あので彼はワシントン行くかもしれない、うん、まあエリートなんです。でその何の話でしたっけ、財政だ。だからその要するに財政研究会の記者っていうのはまあエリートだってことを僕は強調したいんですが、うん、僕が財政やってる頃って黒田さんって何やったかっていうと、うん、あの酒税局のさ人だった、うん、あの人税金の人だ。そう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 、税金の人で話わかんないよ、いい人なんだよ、うん、あの話好きでお酒も飲むし、うん、そうそれでね、飲むとねよくさ隣に座ってると別に変な意味じゃなくてよくこうやって触ってる人いるじゃん、はいはいはい、いやでもトムちゃんみたいな、はいはいはい、そういう感じ。おお、そんな大体そういうことやる人って詐欺師ですよ人の体にこう触ってくるから、僕も一時的にやったことありますけどそういう人なんです。そう、黒田で、まあ来楽っていう、そう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 、うん、それでその国際バタの人っていうのがいて、あのもうね、まあ、年齢から言うと鍋つねさんぐらいのね、はい、オーバーチマンさんって人がいて、はい、この人90超えてる、はい、でまだ、まあ、ご存命で、この人は超大物なわけ、うん、でこうずっとこう有名な榊原さんとかさ、うん、あの亡くなっちゃった千野さんとか、うん、その財務官って1回やると3年から4年ぐらい、ね、うん、長くやるんだけど大物財務官っていうのがいて、それもみんな自分のこと世界の金融マフィアの一員だと思ってて、はい、独特の世界、でそれでその酒税局で優秀な黒田さんを引き抜いちゃった、はい、うん、まともにやったら事務次官もあったかもしれない。ああ、なるほど、うん、で僕の推測なんだけど大物じゃない、うん、だからあのおかしいと思ってても財務省が何も言えないんじゃないかと思ってんだけど、うん、どうかな、うん、そこら辺黒田さん遠慮してんじゃないか。あ、黒田さんに遠慮してるんですか、うんうん、どうなんですかね、はい、黒田さんってどう思われてる、大体あなたの評価でもいいけど。私の評価ですか、うん、いや黒田さん、うん、そうですね、すごく長くやってるなっていう感じのイメージで、であのまあそのなんていうんですか、アベノミクスの、 その金融緩和で珍しいというか、まあそう当時としては、うん、あのそうあんま やらないようなことをこう踏み出しましたけれど、なんかちょっともう出口見つけられてないんじゃないのかなとちょっと、うん、ふと、はい、出口が見つからないってことですね、はい、あの僕もそう思ってて、うん、あの実際にあの国債をね、じゃあ今金利上げるとどうなるかというと、だって、うん、だって国債市場の国債の半分ぐらい持ってるわけでしょ、日銀が。日銀はね、であれだけ膨大な量のあれで金利を上げちゃうとさ、まず国債の利払いがすごいよね、うん、あ、消費税がね何パーセントか吹っ飛ぶぐらいの感じですよね。吹っ飛ぶぐらいで、あともう一つね、なんかあんまり語られてないんだけど、うん、あの日銀ってさ、あの直接国債買っちゃいけないんだよね、市場から、うん、銀行に一旦買わしてさ、はい、それで買ってんだよ、ね、そうするとその何が起きるかっていうと、銀行だってあんなあの利回りの費用も買いたくないじゃん、うんうん、だけど、まあ、買えって言われるわけ、はい、だったらとあの日銀に当座預金が持っててるんだ、うん、そこにちょっと、国債買ってくれたら利息ちょっとだけありますよって言っておまけしてもらってるわけよ、はい、まあ、不利してもらってるわけですね、うんうん、それでまあ一応買ってるという構造になってるんだけど、あの利上げすると日銀があの国債を買ってもらっている銀行に対する利払いがすごい何兆円もあっちゃう、それで日銀の自己資本さえも毀損するぐらいの額になるっていう説があって、そうそう、これ一回僕社説で書こうとしたんだけど、まあ書いたんだけど、いや難しすぎても書くのに長い時かかっちゃったんだけど、とにかく今自分で喋って難しいですよね。え、それ掲載されたんですか。されました。あの今度持ってきます、忘れなければっていうぐらい難しい話なんですけど、結構問題があるんですよ。
だから今ご指摘あったように身動き取れないんじゃないかという説があるんですけど、どうですかねそこら辺。自治も政府ももはや、いやだとすると、うん、出口がないのは別に黒田さんだけじゃなくて、うん、自民党政権にも出口がなくなるんじゃないですかね、うん、どうにもしようがないということでしょう。そうだから、いやちょっとその今後円安のね理由の、うん、あのなんていうか、まあ、利上げはできないにしてもね、うん、なんか方法が、まあ、ただ黒田さんを変えるっていう選択は政治的にはありえないんですよ。あれさ、あれだよね、もう任期が、任期が来年4月8日なんだよね。来年の4月ぐらいでしょ、うん、それまではもう一切手がつけられない。でもその後任の人事を発表したら、うん、そうしたらそれで市場が判断して動くっていう可能性はあるのかなと。なるほど、ね、なるほど、レームダック化する。なるほど、なるほど、もう事実上次の人に移るよと、はい、いうことだよね、うん、そこで政策が転換するのかっていう観測が上がれば、うん、為替にも影響があるんじゃないのかと。あ、そっか、それ俺気がつかなかった、うん、そうか、そういう手があるんだ。ということは早くアナウンスすればいいってこと。そこもタイミングですよね。アメリカの材料が出し尽くした後とか、うん、そういういいタイミングでこう、うん、発表すればうまく効くかもしれないですけど。そうかそうか、はい、うん、人事が金融政策を担うっていうね、うん、いや それはつまりあの岸田政権が本気でね、うん、あのこの状況良くないと思って改善しようとするならば、うん、そういう手はあるけども、それやっちゃうとだけど、うん、あ大変なことになるっていう面もあるわけですよね。金利差でありますね、うん、ちょっと上げるだけで、うん、だからあと4月8日だからまだちょっとあるでしょ、半年ぐらいあるんですよね、うんうん、そうですね、うん、それまでにちょっといろんなことを持つのかどうかというか、そうですね、それもあるでしょう。そうですね、うん、これ総合経済対策ですっけ、はい、来週ですか。そうですね、うん、10月までに、10月のうちにまとめてっていう。で与党からまた30兆が発射台とか言ってるじゃないですか。これまた国債ですか。そうですよね、国債しかないのかなと、うん、これどうするんですかね。いやだから、うん、まあアベノミクスはなぜ失敗したんですか。その成長なき金融緩和ですよね、はい、うん、そういうことですよね。確かに、まあ、結局賃金が上がってないっていうところが一番の問題なのかなと私個人的には思ってるんですけれど、うんうんうん、でもこのずっと賃金上がってきてない構造っていうのは変わってないので、うん、まあ、その答えが分かったら、まあ日本経済も回復するんじゃないのかと、うん、要は分かってないままでやってる可能性があると。あ、そう、そうですね。うん、とりあえず、まあ、金融緩和だけしておこうと。ね、あの僕ね、長い間それについていろんなエコノミストとか先生方にね、うん、経済の聞いてるんですけど、みんな違うこと言うんですよね、うん、そうですね。もう大きく分けると大丈夫だって人と、うん、赤って人に分かれてる、うん、これどっち派ですか。その金融緩和をつけて、このまんま MMT みたいにして、はいはいはい、要するに金融緩和をつけて国債をガボガボ、うん、要するに水道の蛇口を、はいはいはい、もう弱字どころじゃないですよね、滝みたいになってますけど、うん、やってったら大丈夫なのか大丈夫じゃないか。個人的には、うん、あの大丈夫じゃないと思うんですよね。あの、まあ、そもそも、うん、あの人間として当たり前ですけど、借りたものは返さなきゃいけないじゃないですか。はい、っていう、まあ、そういう本当に感覚的なあれなんですけど、うん、そういろんな論があって何が正しいのかっていうのは本当に分かんないんですけど、うん、はい、まあ、そこは、まあ、その借りたものは返すとか、あとこうお金がジャブジャブ来たらこう引き上げた時にいつか副作用っていうのが大きく出るんじゃないのかとかっていう不安はありますね。うん、まあ、急速に引き締めてもまたすごいことが起こるかもしれないですけどね。僕は思うのは、あの日本経済ってあのこうなった国がないんですよ。ロールモデルがないんですよ。確かに、ある意味道だけ道を行ってるっていうことがあって、だけど私が財権をやってた1990年代から実はこういうこと言われてたんですよ。あの総合景気対策、当時はね、
兆円ぐらいでもすごいなと思ったんですけどね、数千億って時もあってそれでもすげえなと思ったんですけど、はい、この30兆とか信じられない、はい、だけどそれぐらい当時からもうあのジャブジャブ流してたんだけど、あれもう1990年代から今年で何年です、2022年、もう途中から僕分かんなくなってきて時が進みすぎて2022年だからあれからもう25年え何年前ですか、97年僕ね94年ぐらいまでやったんですよ。ああ28年前ですね。28年前、あなた何やってたんですか？28年前、私は小学生、小学生ですね。マジ本当小学生どこじゃないですか別に。えどこで出身地の岐阜で岐阜のどこで岐阜の山形市っていうあの知らない どういう時間岐阜市のちょっと北の方にある山の中なんですけれど、はい、市なの、平成の大合併で合併して、はい、山の中いたの、山の中ですね、山の中で川で泳いでましたね、その彼がね、川で泳いでた時に私はもう最近いたんですよ、最近それで同じような議論したわけ、そう当時、はい、で、うん、で当時も危ないんじゃないかって言われてたんですよ、うん、実は、うん、このまま行くと長期金利がピャーンと上がって、はい、もう韓国みたいな、まだ韓国みたいになってる、嘘だな、韓国その後の98年だから、うんうん、とにかくなんか借金返さなくて大変なことになるんじゃないかって言われてたんですけど一回もならないんですよ、内田さんどう思いますこれ、我が国の状況を。だそれはその大丈夫だっていうことなのか、うん、あるいは危機がどんどんでかくなってって、もう実はキンキン崩れ落ちるっていうまあどっちかですよねきっと。あ、いやだって大丈夫だっていうの理論、経済理論ですか、 MMT って言われてる、うん、モダンマネタリーセオリー、もう聞くだけに不安がでかくなりますけど、MMT どう思います、うん、あれ要するに自国建て、うん、まともな自国建て通貨 を発行できる国はいくら国債吸っても大丈夫だと、うん、雑に言うんですよ、そういう理論ですよね、うん、あれ財務省も、ね、あれはその通りだって言ってきているんですか聞かないですね、うん、それはないでしょう、うん、いや若い世代だから市場不安がでかいと、不安は大きいですね、あそのいずれ自分たちが返さなきゃいけないんじゃないのかっていう、そうですよね、はい、うん、だからまあとりあえず増税っていう話ですよね、うん、この前もなんか小学生歩いてる時に小学生がなんか、ね、チラッと聞こえたんですけど、まあ、とにかく財源がないからどうのこうのみたいな、小学生がそんな話をしてるのをチラッと聞いて、はい、その通りなので、やっぱり若くなればなるほど不安っていうのは募っていくんじゃないのかなという。いや僕ねこのなんか世代論になるとね、日本が豊かなのか豊かじゃないのかって言われるんですけど、じゃあ例えばですよ、まあ内田先輩とか、いや例えばね、まあ、テレビはどうなるか分かんないですけど、例えば私が新聞社入った頃って、うん、SNS なんてあるわけないじゃないですか、うん、でインターネットもないですよね、インターネットないんですよ、うん、で、うん、原稿をですねボールペンでわらばんしに書いたんですよ、はい、マス目のある、はい、それをファックスが出始めた頃で、ファックスで送るか、あと電話で自分でこう吹き込んだんですよ、って口で言うんですか、そうなんですよ、それから海外出張行った時はこれは一般の人知らないかもしれないですけど、録音パンチっていうのが、ロックパンっていう、何ですか、ロックパンチ、ロックパンっていうのはですね、要するにうちの代表にかけるんじゃないですか、はい、まあ直接でもいいんだけど、そうするとどっかいるじゃないですか、まあ、どっか偏僻な国で、はい、そうすると、まあ、もちろん携帯はないからどっかホテルで電話借りて、はい、ロックオンパンチってロックパンの係がいるんですよ、はい、電話するんですよ、そうすると向こうは「はいどうぞ」ってガチャッとしてくるんですよ、はい、そうすると、例えばどっかね、ロンドン何日山田明史とか言って自分の名前言って原稿読む、原稿読むんです、ほうほう、そう、それでこうそうするとその録音を聞いた人が今度、聞きながら起こす、書き起こす、はい、それで記事にする、そういう時代だったんですよ、すごい人手が必要なんですね、そう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 いう時代で、
それからだから写真なんか、まあ、もちろん自分で現像するわけですよ、はい、こうやって現像、そういう時代だったんですよ。で僕から見ると今の方が豊かじゃないかと思うんですけど、どうですか？そういう労力かけずに、うん、そう紙面までこうスムーズにいけるなっていうのは思います。その話を聞くと、はい、そうでしょ。だからなんか僕はその若い人は不安であれだって言うんだけど、うん、僕らの頃ってやっぱものすごい手間暇がかかってたし、はい、それからまああと社内的なこと言うと、とにかく信じられないパワハラが行われてたわけですよ。よく俺も生き延びたなというか思いますよ。財源どころじゃなくて全てで信じられない。もう現場の前そこ立ってるって言って忘れられたこととかいっぱいあるし、あ、そう原稿してるってことは当たり前だし、もうわめくし、そうそう、だからそういう、そのなんていうか、こう世の中の環境から見るとね、すごいいい国になったなと思うんですけど、はい、そう思わないですか？それは思いますね。そう、確かにパワハラはだいぶ減ってきてますし。あ、そうですか。と思います。経済部長のパワハラどうですか？経済部長あまりやり取りないんですけど、そもそもやり取りが少ないですけど、そうやってるんだから僕の方が先輩だから、ちゃんと言ってやるから。本当ですか？はい。でもパワハラとかないですね。あ、なるほど。いやだからその時代が変わるっていうか、うん、今その結局日本に夢がなくなって成長の食いぶちがなくなっていることがね、この円安につながってるわけじゃないですか。だけど私から見ると、なんかなんとなく便利になって良くなってるんじゃないかと思うんですけどね。それは間違いなんですかね、やっぱり。いや、まあそれはいろんなことができるようになってその恩恵に預かるっていう面は当然あると思うんですけど、でも同時に格差がものすごい広がっちゃって、でそういう国でありながら子供が食事ができないっていう風な家庭がいっぱい増えてきたりね、すごいじゃないですか。すごいですよね。G7 の一角かここはっていう、ぐらいのね、ことになってますよね。まあ結局先進国の労働者からも絞り取らないとやっていけなくなってるっていうことですかね、まあ国家だというか、僕が一番今情けない、円安で情けないのは、最近海外の方が給料高いでしょ。いや僕ね、昔海外にいた頃に大体ドイツとかってイタリアとか、トルコか出稼ぎ労働者がいっぱいあるわけですよ、ドイツが当時経済強かった、今も強いですけど。ところが私の担当だったバルカン半島には、はい、バルカン半島の人はなんとトルコに出稼ぎに行ってるっていう、ヨーロッパの。そうなんですね。情けなくないのかって随分言ってやったんですけど、金がねえからしょうがないみたいな。でこれから我が国がどっかの国に出稼ぎに行くかもしれないですよ。この円安が続いていけば。そう、そう、確かに。あなたも出稼ぎに行かざるを得ない。そこからそうシンガポールから仕送りするみたいな、そういう世界ですね。そう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 。怖え。まあ、でもね、私韓国も含めてみんな向こうのが収入多くなってるわけでしょ。ただね、要するにまあ腐ってもええんで、どちらかというとこのままアメリカの金利が高いのが続くと、最初にやられるのは僕はやっぱり東南アジアや韓国の方が脆弱だとは思いますけどね、最初にやられるのはあっちじゃないかという感じはするんですけど、今財務省内ってでもそれどれぐらいなんですか、危機感っていうか、なんかあんまり僕感じないんですけど。私もちょっとあまり感じない。あ、ない。それどうなんですか、なぜか、なぜなんですか。なんですかね。すいません。税収が結構あるからかな。いや、そうとも、危機感というのはその為替に対するっていうところですか。まあ円安だよね。ああ、円安。自国通貨安。自国通貨安について。確かに。そうですね。ちょっとすいません。特に、はい、あまり財務省内の言えば変わらないと。で取材なんだけど、はい、応じてくれるの？
応じて、あ、くれますよ、はい。どう、その財務官とかですか。いや、あの課長レベルまで、あと主査とか、はい、課長補佐レベルまで、あの会ってくれる、はい、あ、会ってくれます、会ってくれます、うん、あ、そこは開かれてるの昔の文字なんだね。部屋入っていける、部屋入っていけますね。あ、それよかったね、経産省入っていけないでしょ。あ、そうなんですね、経産省、あ、N 庁じゃなくてですか、うん、いや、経産省いつからかなんかダメになっちゃった、うんうん、じゃああれか、じゃあ取材のやり方としては結構まあまあまあスムーズにいけてる。そうですね、あのテーマ見つけてこう、こういうこと聞きたいって言えば、あの、うん、取材に応じて。あとあれは事務次官とか局長クラスって、はい、秘書の人いるじゃないですか、はい、ああいうのは電話するってあの繋いでくれるんですか。そうです、あの秘書の人が出てですね、うん、ですみません、ちょっとまだあのアポとか取ったりしてないので、うん、あれなんですけれども、はい、結構まあ会えるっちゃ会えると。すみません、ちょっとまだ会ったことがなくて、はい、いやいや、どんどん会った方がいい。そうです、そう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 、うん、あ、うん、財務省ってあのなんていうか、僕も経産省と財務省とどっちも担当 やるとあまりの雰囲気の違いにびっくりするんですよね、うんうん、財務省の中っていろいろあの心霊現象もいっぱいあるぐらい。そうなんですか。そう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 、お化け屋敷。そうなんですよ、あの国税庁側 の、 あの、はい、エレベーターがあって、はい、あのそこによく出るって言われてて、はい、あのなんか前に人が入っていったんで、あ、開けといてくださいって言って中入ったら誰もいなかったとか。へえ、あるんですよ。それからあのなんだっけな、財権の上の方、あれ4階建てでしたっけ、はい、5階、一番上の自動販売機の近くはよく出るっていう。あ、そうなんですか。でもなんでか聞いたの。はい、あ、それからトイレ、はい、トイレ両側ってまだ鏡、両側は鏡、両側に鏡ない、こんな感じで、あ、あるかもしれないです。そう、なんか、なんかに人生の永遠を感じるようなさ、ふわーっと映るわけ。あ、なるほどね。そう、だからそこに違うやつが映ってたとか、はい、いろんな話があって、誰かもそれこんなことしてる、そう、そう、自殺する人も結構いるし。そうなんですよ。なんでか聞いたら、やっぱりね、権力がもうやっぱりね、やっぱあそこ権力がすごいから、はい、染み込んでるって言うんですよね。内田さん、財務官僚印象なんかあります？財務官僚はまあとんでもない嘘つきっていうか、うん、あのやっぱり自分の人格をコントロールできるやつらだなと思ったことはありますよ。え、どうしてですか？で、ものすごく ある人の紹介で、そのホームパーティーみたいなところで出会った時に、うん、ものすごい感じのいい人だったんですよ。それがあのその時だけでしたね。ああ、プライベートで会った時だけみたいな感じで、うんうん、まあ、まあ当然なのかもしれないですけど、うん、あの国会内ではもうまるでなんかあの CIA のような動きをしてましたよ。っていうかもう数人でダダーッと動き回って、うん、あちこちいろんな調整をする、まあたまたまそういう役割だったから、その人は、うん、そうなのかもしれませんけど、あ、なるほど。これ以上話すと誰だか分かるからやめといたらいいと。その後偉くなった人ですか？うん、そうですね。どれぐらいまで行ったんですか？内緒です。自分時間とかでね。いや、あの今回のその円安の理由の一つとして、必ず日米の金利差って言うじゃないですか。そうそう。でそれ以外の説明はあんまないんだけど、うん、ヘッジファンドは動いてるんでしょ。ヘッジファンドが動いてる、あ、つまり例えば、はい、後期の、はい、アジアの金融危機の時も、はい、そう、あの最初にやられたのマレーシアリンギとかタイバーツでした。マレーシアリンギ、あ、タイです。やられましたよね、うん、水売りかけられちゃう、はい、それに近い形で2つぐらいでかいヘッジファンドが動いてるんじゃないかっていう話は聞いたことあるんですけど、うん、うん、つまりかなり意図的なね、はい、あの円安が仕掛けられて、うん、っていうことなんじゃないか。まあもちろんそれはあのきっかけで、それにこうついてくる動きがあるんで、これだけ大きなことになってるとは思うんですけど、そういう話って聞いてないですか？どうですか？すみません、ちょっと私は聞いてないです、うん、前ね、理財局長やった人が、まあ、もちろん今も引退してますけど、うん、自分で不正だって自慢してましたね。本当か？すげえ、自分でもう、で結局日本も、ね、まあ、サイズがでかいんでなかなか襲われないんだけど、
やられるときはやられると、うん、危ないよっていうことは結構これまであったと、うん、やっぱりね、誰が見てもその円安になりそうだっていう状況になってて、うん、それはあの一発やりたくなるね、じゃないですかね。やりたくなるでしょう、それはね、うん、でこれぐらいあのなんていうか、あとね、僕すごい不思議なのはなんか断固たるそういう人が言うじゃないですか、うん、その、うん、なんで黒田さんがあんなにあのあれだけ固くなに金融緩和を続けるっていうのか、うん、こう余計じゃないですか、うん、別に続けるなら続けるんでしょうがないんだけど、言わなきゃいいじゃない、うん、ここがちょっと理由がわからないんですよね。確かにそうですね、言わなければそう、うん、黙ってればいいでしょ、黙ってれば、はい、あれってなんですかね、僕はね、なんていうか統一教会じゃないけどなんか洗脳されてんじゃないかとまた思うんだけど、黒さんがもうなんか思い込んじゃって、これ安倍さんとの約束なんだと、これ破っちゃいかんだと、うん、それぐらいまで僕あれすごい固くなだなと思うんですが、どうですか。いや、あのおっしゃる通り の対応の仕方ですよね、うん、だ 2% ですか、うん、それを実現するまではっていうことになってるけれど、昨日も国会でのやめてもいいじゃないですか、ね、そうそう、別にやめてもいいし、国会でのなんかあの表情を見てると意地になったって、うん、いや、あのなんて辞任しないんですかって、やめませんとかってわめてましたよね。あの僕の思ってるキャラじゃないんですよ、黒田さん。そうなんですね、もっとね面白い、あの中国に一緒に行ったことがあって、なんかあの仕事終わったから、なんかあのまあああやって出張するとホテルに記者クラブみたいなのできるんですよ、臨時の。そこに黒田氏が入ってきて、うん、一応言ったのは竹村蔵書、知らないです、うん、なくなっちゃった、亡くなりました、亡くなった、うん、で彼の時に、うん、あの黒田さんがそのワーキングルームって呼ばれてる、はい、部屋に入ってきて、いやちょっとあの毛沢東の遺体見に行かないかと言って行って、記者何人かで行ったんですよ。これでね、見たんですけど、まあ、すぐ近くにあると思ったらやられて遠くてびっくりしましたけど、まあ、すぐそこ 見えはするんだけどなかなかつかない。あと黒田さんなんか割とあの近くまでこんなふうに見てたら、なんかあの自民解放軍みたいな人にピーとか言って怒られてたその後なんか僕らに言ったのはあのお人形じゃないって何回も繰り返し言って、まあ、お茶目な人なんですよ。だから僕はね、こうなんていうか黒田さんがなんかこう変質しちゃったような感じがあるんですけど、どうですかね、財務省としてはちょっとやっぱり持て余してるって感じないですか、困ったなみたいなっていう、そんな感じしない。そうです、推測でもいいんだよ完全に推測ですけど、うん、やってることがあれですもんね、うん、そもそも、うん、まあ、金融緩和続けるっていうふうに言いつつ、うん、その、うん、行ったその直後に為替介入とかもしたりとかしていて、財務省と日銀とでやってることがもうちぐはぐ、そう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 、まあはい、あれ連絡は行ってないのかな、そんなことありえないよね。いや、そんなことはありえないですよね、あの連携してやってますので、まあ、記事の書き方も政府日銀はって書きますよね。いや僕ね、うん、日銀はって書かない、僕はだってあれだってただ事務局だもん、うん、財務省ですよ、うん、だから僕はよくわかんないのが、だからその財務省の力が落ちてるのか、うん、黒田さんの暴走が激すぎるのか、そこがわかんないです、うん、政府日銀と書くのは、まあ、日銀の承認を得てっていうふうなことなのかなと思いましたけど、いや、あのそれはあのどういう細かい手続きは僕は知りませんけども、うん、基本的に、うん、あの特別会計でやってますから解任は、うん、もう間違いなく財務省ですよ、うんうん、日銀何の権ほぼ何の権限もないですよ、うん、昔日銀ってあの常盤橋っていう橋の近くあるじゃん、はい、財務省の常盤橋出張所って俺あ、そうなんですか、えらい馬鹿にされてた、うん、少しマシになったっていうかなと思ったんだけど、もうだからこうなんていうか、あのなん僕はあのなんか社説書きながらいつも思うのは、うん、今回ね結構こう黒田家じゃないけど黒田家のね、でもっと背景を言えば亡くなった方のことが災いですか、そう災い、
悪く言いたくない、安倍カーがここにも呼んでるかっていう感じはするんですけど、どうですか。それはその通りじゃないですか。うん、うん、だってねえ、それは不足不利ですよね、安倍さんと黒さんの政策は。うん、安倍さんは亡くなったけど、いやだから困ったもんですよね。でこのよくね、財務省っていうか経済記者やってるとよく聞かれてるかもしれないけど、うん、友達とか家族に円はどこまで下がる、いくらになるのと、どこまで聞かれますか。うん、ざっくり、ざっくり今日も150円つけちゃいましたし、思い切ってざっくり、思い切ってですか。いやすみません、私が生まれてからここまでの円安って経験したことがないので、初めての、はい、でも全然想像がつかないですけど、昔は360円とかそういう時代があったんですよね。紀元前の話だ、変動相場制の前ね。紀元前の話、そう、360円、はい、さっきも宇治さんと昔ね、はい、1ドル360円ですよ、はい、ね、外国行くなんて大変なことで、あのお土産買わなきゃいけないんです、いっぱい、はい、お酒とか、はい、でジョニクロっていうお酒があったんですよ、はい、まだあるんですか。ジョニクロ、ありますよ、ありますよ、もちろん。知らないでしょ。ジョニー・ウォーカー、ジョニー・ウォーカー、ね、はい、ジョニクロとかジョニアカとかを買ってきて、お土産で買ってくるんですよ、うん、そう、それはね義務、買ってこないといけない、外国って安いから、はい、そういう時代だったんです。あ、そっか、関税かかってなくて安くて買えるからということです。でそれで飛行機もなんか何本までって決まってませんでした。多分そうですね。私その頃まだ子供でしたんで、よく本当ですか。違うでしょ。いや、そのジョニクロをあのいわゆる免税で買ってきてっていうのは経験してないですよ、僕は。本当に、うん、だから当時はすっと1ドルだから360円で変動相場制に移ったのが1973ですよね、うん、確かに、ね、で308円がついたんですよ、はい、でなんか歴史講座みたいになっちゃってると、ざっくり言うと1987年って生まれてた、2歳です。2歳、はい、あ、そう、85年生まれ。85年生まれ。あ、嘘、牛年、牛年、何月ぐらい。5月です。5月。ものすごい個人情報今。1985年の5月ってちょうど僕あの前の会社に入った時だ。あ、息子は同い年です。愕然としてるよ。愕然としてます。あの札張りやってたんですよ、すでに。 あの時にその2年後に僕はだから他社から他の新聞社から中日東京新聞に移って、うん、その87年にプラザ合意って知ってる。あ、プラザ合意、はい、プラザ合意、あれでドル高是正されちゃった、うん、そんでドルが強くなくていいって話になっちゃって、うん、そこでブワーッとそれ1分、まあ、240円とかっていうのが最初ね、一方的にそれからダーッと200円になり、そう、それでその時にその、まあ、プラザホテルってニューヨークに集まってね、あの日本の、財務大臣竹下さんですよ、当時は確かね、当時はで、みんな変装して行ったんですよ、分かんない方法で、秘密会合だと、はい、秘密会合だったんだけど、あのボルガーっていう FRB の議長が体がでかすぎてすぐバレた、はい、すぐ分かっちゃったっていう話があって、はい、それでドル高是正があって、はい、一方的にはそういう歴史がございます。だから知らないってこと。そうですね。つまり経験してないですね。そうですね。経験してないですね。うん、あ、そうでしょう。で、どれぐらいになると思います。ズバリ。いや、このままずるずると、うん、そか、いつまでこのギャップがあるかわかんないですけど、うん、下手したら200円とかいっちゃうんですかね。いやもう本当に想像つかなかったんですよね、140円150円なんてのは、自分の中で、はい、だついこの前まで120とか100、はい、まあ、110はなかったんですよね、うんうん、でその後だって110ってつい最近でしょ、今年ずっと110ぐらい、夏前110ぐらいだったのが30円40円か、はい、安くなってるわけで、うん、200になったら内田さんどんな世界になるんですかね、マークには。うん、想像したくないですよね、うん、あれあのビッグマック指数とかっていうんで、その購買力平価、力平価のやつありますよね、あれでいうとどのくらいなんでしたっけ。あ、もうちょっと日本悪いですよ、要するに、うん、韓国を下回ると言われてますよね、うん、要するに物を買う力が弱いということですよね。そうですね、日本の場合ね、
まあ、浅草行ったんですけど、うん、外国人戻ってきましたね、うん、まあ、その例のコロナがね、あの、うん、まあ、明けてはいないんだけど、うん、あの外国人の入国者の制限がなくなりましたからね、うん、もうこうなってくるとね、あのアベノミクスって第1年やって第2年やって第3年やってあったじゃないですか、うん、で成長第3年がなかったって言われてるんだけど、うん、で唯一あったのがやっぱりインバウンドでしょう。あれしかないですかね、もうもはや日本が誇れる。うん、どう？じゃあ、あとジブリの記念館みたいなあと10個ぐらい作りますか。いい話よね。やっぱさすがですね。ねえ、ジブリ、はい、ジブリ、ジブリ、どうですか、ちょっとジブリについて一言、はい、財政やね。いや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 、これ言わなきゃダメです。言わなきゃ将来困ってる。僕みたいに終わってないんですよ。、うん、どうですか、ジブリ、ジブリパークがあれですよね、うん、その日本のテーマパークとしてすごく有名になってくれれば、ちょっと具体的にジブリの世界を体感してもらって、なんか変なものを刺激しちゃったような気がする。いや、我が社もジブリ行くしかないんだから。そう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 、あれジブリの作品って宇多田さん見たことあります？ありますよ。だから宮崎さん、宮崎駿さんでしょ。うん、あの途中から見なくなりましたけど、あのだからナウシカと、うんうん、からラピュタと、ラピュタ、あとあの魔女の宅急便、ほうほう、ぐらいですかね。まあ、あとあのなんか崖の上のポニョとかそういうのをあの 題名をしてるだけで実は見てないです。宮崎駿のちょっと飽きちゃった。ジブリファン、ファンってほどではないですけど、あのジブリ作品は好きですね。あのちょうど、うん、あの私たちが子どもの頃にもののけ姫が、あ、もののけ、あ、そうだ、はい、すごく、なるほど。いや、僕もあの会社にあの忖度して慌てて見ようかって、もう全く関心なかった。よく考えたら別に今更忖度も何もねえだろうって話で、ちゃんとあの全て見とかないとやばい。そうです、全て、はい、そうですね。なんか把握しとかないとさ。いや、本当にやばいと思うよ、これはっきり言って。だからまあこれからね、何の話、インバウンドだ。うん、そうですよ。だからどうやって食っていくかっていう、どうやって食っていくかなんだけど、ね、インバウンドぐらいしか僕ないと思うんですけど、うん、ただね、僕ね、実はそのあるエコノミストっていうか、特派員やってる時、外国人に言われて、まああんまり一つの国をね、ディスるのもよくないんだけど、ギリシャからあの崖の上、あの何でしたっけ、アクロパルテノン、パルテノン神殿、パルテノン神殿、まあアクロポリス、アクロポリスの周辺のことですよね。ギリシャからアクロポリスとったら何が残るって言われた。いや、ないなみたいな、まあほぼないねみたいな話になって、つまりあのインバウンドってさ、ご先祖様が作ったものをね、まあまあそうです、ね、ありがたく使わせていただいて、うん、金儲けなんですよね。まあ、イタリアもそうだよ ね、うん、ね、ポンペイなんてひどいよね。例えばですよ、うん、日本の災害があった後1000年後ぐらいに観光地してるわけですよね。そういうことでしょ、結局ポンペイ。ああ、なるほどね。そう、つまり、そういう意味、うん、つまりご先祖様がやったことを観光地化してるわけですよ、うん、つまり成長産業じゃないっていう、うん、そうなったら滅びるしかないっていうふうにね、うん、日本はそれしかないのか。うん、難しいとこですね。なんか思いつかないんですよね。なんか若い世代なんか、なんかあります、あの新聞社って言ってなくて、はい、日本の経済をなんか活性化するための観光以外で、こうだからどこもね、あの年取った人何も思いつかないのよ。いや、私もそんなに若くないので。私よりはそういうことばかりだけど、いや、何があれですかね、日本経済再生させるためにですよね。まあないんだよね。うん、決めこれっていうのがでもまあ分かってたら、うん、もうあれですよね、今頃良くなってるんだろうとは思うんですけど、コンテンツかな、何かの、なんですか、例えば韓国なんか K-POP とかね、はい、やるじゃないですか。ああいうものですかね。うん、まあなんかイメージできるのが
実際にこう既存のものっていうことになるとなかなかそれは厳しいですよね。ただ少なくとも条件整えるっていうことで言ったら、あらゆる男女差別をなくしたらいいんじゃないですか。まず女性の力っていうことを言えれば、まあ、日本はそういう意味ではもう最低の国でしょ、うん、あ、そうですよ ね。それから労働の差別もなくしたらいいんじゃないですか。あ、そうですよね。労働差別って、まあ、それは非正規の人たちは不当に安い賃金で働かされている現状があると思いますけど、まあ、それが裁判でねひっくり返されたりしてますけれど、これは法律に一つ書き加えればいいんでね。あなたの同期って女性どれぐらいいる？女性半分ぐらい。もいや半分まではいかないですけど、3分の1は多分いると。あ、そうです。結構増えてるんですね。そうですね。いや、それはいろいろ増えてはいるんですよ。増えてはいるんだけど、うん、ね、やっぱりちょっと結婚を機に辞めたりだとか、うん、出産、そう、ね、出産は僕も、ね、一応管理職やったことがあって、やっぱりうちのさんはほら人あんま多くないじゃないですか、うん、そうすると女性でバリバリやってる人が実はその出産って、うん、いうふうに言われるわけですよ。ただその間結構長い間いなくなるでしょ、うん、そうするとショックなんですよ、うん、だけどショックな表情しきれないんですよ。もう絶対会社がすごく言われてて、おめでとうとか言って言わなきゃいけないんですよ。だからいや、もう本当にね、君はこれからねもう母子ともに健康でそれに集中しなさいって、また他の人がやるからって自分の思いとは正反対のことをね、ニコニコして言われてるんですよ。そう、あれ結構人生重要なことですよ。でも正直言って、現場ではやっぱり日本国にとってはいいことなんだけど、ちょっとショックなんですよね。で、やっぱり女性ばっかりなかなかね、で女性側もそういうほら気持ちすぐ分かるじゃないですか。あ、本当はこう なんとなくマニュアル言わされてるなって、本当はなんかショック受けてんだろうなとかね、なんかそういうことがありましたよ結構。あ、そうですか。全然円安と関係ないですけど。ですよ、ね。まあだから下手するとセクハラとかっていう話ですか。そう。それもありますよね。ありますよね。うん、でセクハラの基準も僕の時代も急速に変わってるから、僕の数々の言動も全部もう心の隅々まで削除し。初期化してますから。もう全部外出たらもう僕は終わりですよ。いや、僕だけじゃない、僕の同僚たちはみんな僕の同級生世代は全部終わりですよ。だからもう世界変わっちゃったんですよ。だから内田さんが今言われたように、なんていうかな、若い世代によるなんかね、なんか新しい波をね作ってほしいんですよね。なんかいらないそのストレスっていうか、そういうのを減らしていかないと、うん、なんかじゃあここで頑張ろうって気になかなかならないと思うんですよ、若い世代って、うん、どうですか、やっぱり円安ってさ、地獄通貨が評価が下がることです、はい、でそれがやっぱり日本国に対するこう信用というのが評価が下がってるような感じあります、うん、そうですね、そこは思いますね。ちょっと、うん、前に元財務官の人を取材したんですけれど、その時もその日本にその食料とエネルギーがないっていうところ、このロシアのウクライナ侵攻を機にまあそこが何ですか、際立って、でそれで経済的にちょっと脆弱だっていうところで、それで日本の国力がだいたい今もう1ドル120円から125円ぐらいの水準にこう弱まってるんじゃないのかっていうようなことを言っていまして、うん、まあ確かにその通りだなっていうところは、はい、自分も思ってますね。まあ評価がね、評価が低いんですよね。評価が低い割にはまあしかしスリランカなんかね、うん、まあ、中国に騙されてさ、あれですよね、まあ、結局港まで取られちゃって、うん、結局日本に泣きついてくるんですよね、うん、で僕不思議なのは、日本って金を借りてないんですよね、海外から、はい、それがまあ、うん、400何兆円もあって、だからよく考えると、うん、まあ内部留保って僕らが呼んでる余剰金が500兆超えてるんですよ、うん、企業の内部留保ですね、うん、金はあるんですよ、うん、これなんとかならないんですかね。いや、そういうふうに法律を変えればいいんじゃないですか。
を流すように、うん、だから内部留保の何らかの意味での上限みたいなものを作るとか、うんうん、内部留保を禁止したら大変なことになると思うけど、だみんな不安なわけでね。そうなんですよ、うん、僕はあの東京のね、あなた今どこ住んの？今足立区です。足立区、はい、僕と際立って違うな杉並区ってね、はい、ちょっとあんまり言いたくない、自慢に聞こえちゃうからあんまり言いたくないんだけど、なんか杉並病のとこですか、うん、あすいません失礼しました。杉並区のね、まああんまりは、まあ、えち、うん、まあ浜田山ってどこ住んでる？ああいいところよね。僕すごいですよ、うん、道路狭いですけどね。そう道路狭いんですよでもそこに住んでると、すごいつくづく思うのは立派な家が多いんですよ、うん、でお年寄りが住んでるんですだけどなんとなく皆さんスーパーとか、近くに成城石はあるんだけど、皆さんね立派な家からすごくもう一つちょっと庶民的な、名前はとも言えないんだけど、すごく、本社が多分板橋か足立の方にあるそこのスーパーがあるんですよ。そこに皆さん行くわけ、うん、好ん で、うん、で僕が思ってるのは資産はあるんだけど、うん、手元がないんじゃないかなって、これが何とか日本を表しているような気がして、うんうん、そう、つまり資産は土地とか株とかなんか持ってるのか、国債とか持ってるのかもしれないけど、うん、使える金がねあんまりないのかなという気がするんですけどね、うん、どうですかね、うん、そうですね、まあ、そのさらにちょっと先に行っちゃってて、うん、でお年寄りだけが住んでる家がお年寄りが亡くなって誰も住まなくなって、うん、で、まあ、例えば都内の結構いい場所であったとしても、そこを、まあ、相続する人たちがむしろ嫌がってで放置されるっていうケースがすごく増えてるじゃないですか。なるほどね、うん、だもうそういう、まあ、うちは東京じゃないですけど、うん、千葉県内ですけど、うん、そういう家だらけですよ周り。あ本当に多いです。あなるほど。でどんどんなんていうんですかね、寂しい光景風景になってきます。金曜日の、ね、妻たちっていう、はい、あなたが生まれた頃に流行ったタマープラザですかね。タマープラザとかその田園都市線の沿線があって、うん、そこに結構綺麗な家が丘陵を切り開いて建ったんですよ、はいはい、ちょっとアッパーミドルみたいな人たちがいっぱい住んでて、でそこでなんかいやらしいおじさんが近くの主婦と不倫とかする、はい、そういうドラマがそういう話ですよね、まあ、ものすごい省略の仕方だと思いますけどまあいいんじゃないかなとそういう話が流行って俺も憧れてたんだけど、なんてなと思ったんだけど、どの辺に憧れたんですか。いやいやいや、こういう家に住みたいなと思ってところが、そういう家がどん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 今虫食いのようになくなって、あるいは放置されたままになって、結局子供が大きくなっちゃってね、それで夫婦二人じゃちょっともう広いすぎるから、固定資産でも大変だから、結局都心にちっちゃいマンションを買ってっていうような風になっちゃってると、こうなんていうかな、まあ、一言で言えば、うんまあ、ピークは過ぎたのかなと。だからやっぱり、うん、でもどうですかね、その総合的にその政策間違ってたっていうふうに考えなきゃいけないんじゃないですかね、うん、家の問題だけじゃなくて、その耕作放棄地のこともあるでしょ、さっき農業のことね言われたけど、うん、埼玉県の広さだけあるんですよ。あ、日本全国でね、うん、全部一箇所に集めると埼玉県になるっていうね、耕作放棄地です。はあ、なるほど。農地としての、ね、認定を受けておきながら、なるほど、結局農地にできない場所はそれだけある。そんなことだらけですよね、うん、まあ、未来がないというか。あなた結婚してる？あ、いえ、してないです。結婚してない。結婚の予定はもうないですね。予定がない。はい。そう、ならちょっと、まあまだいいけども、それはあれですか、結婚したいけどやっぱりちょっと、あんまそう、個人的なあれですけど、お金があんまりないので、うん、なるほどね、はい、使っちゃうんですよね。なるほどね、結婚したいと思った人いる？
したいと思ってる人今ですか、うん、あいやその過去には何回かそういうタイミングあったんですけど、うん、ちょっとモテそうな感じありますね。ちょっとチャラっぽいって、ね、そうそうですね、いい感じでね、新しい財権図を見たんです そこに来ます。そうそうそう。で最後にちょっとメッセージ的に、はい、はっきり言ってどんな注文つけていきたいですか、日本いや財務省に対して。財務省に対してですか。いや日銀でもいいんだけど、黒田さんでもいいんだけど、はい、ちょっとぶっちゃけ言っちゃっていいと思うんですけど、まあ、でも自分たちの世代からするともうすごくこの閉塞感があるというか、うん、先があまり見えないからこういろいろとこうなんていうんですかね、出口というかそういう選択肢みたいなのをこう示してほしいなっていうのはすごく思います。経済政策として、はい、その今のその緩和のやつ、これいつまで続くんだろうっていうようなのとか、はい、全て先が見えないってことですよね。なるほどね。それちょっと気持ちは分かりますね。そうね。まあ、内田大先輩もいらっしゃいますから、この古い世代がですね、生きてるうちに少し頑張って、うん、まあもうそんな長くないですけどね、何の権力もありませんけれどもまあ私ももう一度社説を書いてですね頑張ってくださいよ、ね、頑張るとちょっと若い、今日は若い世代とのちょっと対話みたいになっちゃってますね。そうですね、若いって言ってもね、30年もいますからね。でも冷めてますよね、うん、ね、そう思います。え、うん、考えは冷めてます、うん、あ、考え冷めてますか、ね、うん、まあ、みんなだおしゃれそうなんだけどそうそうそう、うん、いや悪いことじゃないんですよね、うん、我々の世代はほら絶対日本は良くなると思い込んでたから、うん、暑いんですよ。そうですね、なんか金融緩和でしたけどったらいいか、あと我々の世代が金使いすぎたっていうのでそうそうそう、まあ、最後にですね、まあ、世代を代表して私がお詫びを申し上げて残業の件うちもない今日終わらせたいと思ってます、はい、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。